生ジャンプ山田涼介の主演ドラマ「ビリオン×スクール」フジテレビ系が大苦戦している写真あり山田涼介の「大学生姿」に歓喜動ドラマは財閥系企業のトップで億万長者の主人公が身分を隠して教師になるという学園コメディ山田にとっては10年ぶりの学園ドラマで志田未来との共演はかつての大ヒットドラマ探偵学園級 2007年日本テレビ系を彷彿させると放送前から話題になっていた7月5日放送の初回の世帯平均視聴率ビデオリサーチ調べ関東地区以下道は4.3%と5%にも届かなかった第2話が4.0%そして第3話は2.7%と急降下している視聴率2%台というのは かななり衝撃的な数字です第3話が放送された7月19日金曜の夜9時台、日本テレビ系は「金曜ロードショー」で「リメンバー・ミー」テレビ朝日系では「ミュージックステーション夏祭り3.5時間 SP」が放送されていました。しかし視聴率はそれぞれ6.9%、7.3%でそれほど高い数字を取ったわけではなく大きな影響があったとは思えません。 テレビウォッチャー、フジテレビの金曜9時ドラマは、2023年10月のうちの弁護士は手がかかる、主演、ムロツヨシ、院内警察、主演、桐谷健太、イップス、主演、篠原涼子、バカリズムと続き、ビリオンは4作目。それぞれの初回視聴率は順に、6.9%、7.1%、5.8%で、5%, で5を割ったのは、ビリオンが初めて。 また各ドラマの各話ごとの視聴率を見ても、これまでの最低がイッスの第9は6月7日放送で3.7%でした。散々低視聴率だと言われたイップスを大きく下回ったのですから、もう大爆死と言われても仕方ないでしょう。どうまえ、くしくも7月期ドラマには旧ジャニーズのスタートエンターテインメント系タレントが大量出演していることも話題になっている。 富士テレビ系、月9、海の始まりの主演は SnowMan の目黒蓮。同グループの渡辺翔太は、陳太朗君は意地悪、テレビ朝日系、阿部亮平は、ゴーホーム、警視庁身元不明人相談室、日本テレビ系に出演中で、いずれも高い視聴率を叩き出している。シックストーンズ松村北斗出演の、西園寺さんは家事をしない、TBS 系、も評価は上々だ。 また2023年に独立した二宮和也は主演ドラマ「ブラックペアンシーズン2」、t b s 系が第3話まですべて11%超という高視聴率を維持している。それだけに、山田の「ビリオン」の爆死が目立ってしまっている状態だ。本誌がアンケート調査した7月期の期待外れだったドラマ、ランキングでは5位だった「ビリオン」。がっかりの理由には、話がペッタペラすぎ。 主役のの人が CEO 小さすぎて役にあってない、ジャニを確かめないなどの辛辣な声が、多くのファンがいることを期待して起用される旧ジャニタレントだが勝ち組、負け組がはっきりしてきたということかもしれない。